だってもう今月で4回も出演させてもらうんですごいよな、ほんまありがとうな。もうね、ほんまに楽しいですね、N 公演。昨日はね、世代交代だったんです。体力は？あ、で、なんか全然いけますね。あ、そうなんや。思ったよりびっくりしました、いけて。あ、あ、こんにちは。3日間ご公演したことありますか？あるよ。え、何でした？何やろな。でも絶対またぎはね、うん、B2NB2 みたいな。なるほど。そんなんやった気する。どうでしたそれは？でもその公演やってる時は全然しんどくなかったけど、うんうん、なんか終わった時とかは疲れがどっとくる。めっちゃ翌日とかもやばかったですか？うんうん、体バキバキやった。Oh my god、この年でね、何言ってんねんって感じだけど、私より全然若いのにさ。いやでも運動してこうへんかったからさ。うんうん、うん、帰宅部でした、ずっと。うん、来たほぼ帰宅部みたいな。あえ、なんか部活っていうか一応入ってはいたんやけど、うん、幽霊部員でした。あ、そうそうそう、 yes, yes, yes. 多いですよね、やっぱりそういうのも。でもダンスは運動じゃないんですか？また違ったですか？運動どうなんでしょうね。でもなんかダンスのやってる時間とか、はい、ジャンルが違うから、うん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 、大変だよね。確かにジャンルね。そう、もうゴリゴリに。うわっ、おはようございます。おはようございます、おはようございます。なんか久しぶりにその服をね。今日は私の命日なんです。なんで？あ、なんか脅してたんですね。脅すわけだよ。あー、終わった。チャンネル気分がどっと落ちました。話だわ。めっちゃおもろい。ほんま楽。ほんま怖い。あきら先生です。小夜松はソフトテニスでベンチ温めてたもんなんですよ。私ね、ソフトテニス部だったんですけど。え、そうなん？でも団体戦は3組しか出れなくて、うん、私4組目だったんで、うん、ベンチでした。そう、なんか意外。うん、なんか、うん、本当はね、入らない予定だったんです、部活。あ、え、そうなん？なんで入ったの？絶対入らなきゃダメで。あ、そうなんや。はい、もう選びましたよね。選びましたよね。高校は普通に、今は帰宅部です。哲也さん、くもありがとう。来てしもうた、あきら先生。お前がですよね。もう私の生誕祭どうなることやら。いや、ほんまに、むしろ私違う海で泣いてるかもしれないです。ゆきのさんは、でもゆきのさん、あれですよね、強くないですか？え？類戦というか。え、めっちゃ弱いで。え、本当ですか？うん、激弱。もう、おばあちゃんレベル。え？おばあちゃん泣きます？おばあちゃん泣かないと思うんですけど、私ね、ほんまにね、泣いちゃうんですよ。おばあちゃんも泣くよ。泣くとき泣くよ。でもめっちゃ、もっと緩くなった。前より。どうですか、うん、加入してから。こ、う、よ、ん、ちゃんもです。こよちゃんもです。なんか加入してからほんまに何やろ。いろんな体験するじゃないですか。うんうん、初めて経験して。そうやね。なんか感動する機会が増えるやんか。うん、なんかそれでね、あと追い込まれる機会も、うん、そうね、そうだよね。自分の情けなさというか改めてね感じて。確かにな、最初は思うよな。はい、今も思うけど。今も思いますね。うん、なんか最近ね思っちゃいましたよ、この N シップ公演。でもめっちゃ楽しいですね、やっぱり。よかった。いや、ほんまに今マジでね。でもね、たまにこういうのないじゃないですか、これ。いや、そうやね。私ね、もうこうやってするんですよ。いや、そっちの方が、あ、やばいやばい。
いやでもそっちの方がマシよ。そうですか、うん、こんなんですよお顔しか映ってんの。こうやらなね、やっぱりやらね配信。あのこうしたらどうです。こうですか。そうですね、ゆきのさんが映らないんですよ。これをほら、もうめっちゃいいじゃんめっちゃいいじゃないですか終わろうね、ほんとやばい。高3って言ってたっけ。高3ですよ。天然え、じゃないと思います。普通にしっかりしてると思いますほんまにえ、マリマジで割としっかりどうですか皆さん、しっかりしてます。私終わろう抜けてるんかな。でもゆきのさんめっちゃしっかりしてますね。うん、ほんまに。なんでですか。でもなんかしっかりしようとしすぎて、うん、空回りするときめっちゃある。あー、でもなんかね、うん、ほんまに副キャプテンとかそういう役職ってそな、ほんまにすごいですよねなほんまにね、ほんまに握手会はしっかりしてるへにょへにょへにょへ、そうや、へにょへにょなんですよね。ポンコツ、ポンコツじゃないか、何やろ。あ、辛っ、結構辛い。これ明太子辛いですね。結構まんまで食べたらやばいよな、うん、混ぜないと。うん、皆さん、お友達ができた、ここに。え私もニチビがね、友達できた。お友達って言うんですか。その言い方いいですね。見て、え、ちっちゃいですね、うん、私はこんなにでかいですよだから安心してくださいってことです韓国人かなんかもめっちゃ硬かったやったでもでっかいニキビできひんけど、ちっちゃいやつめっちゃできんねんな。え、私でっかいのが一個ボーンです。あーボーンタイプ。多分なんか肌のね、あれによりますよね質感。確かにどっちも嫌やな。ね、どっちも嫌です。ないものねだりです。お疲れ様です。もぐもぐ配信今ね、配信しながら、このわかります、皆さんからメッセージをいただいた持ちましょうか。う、大丈夫、そんなそんな大胆的にね、そう映しちゃね、うん、あ、避ける必要ないよ大丈夫映っててもらって全然届いてないこのメッセージを読みながら、はい、配信しております。ありがとう。ねえ、夜はゆきのさんの生誕祭ですね。ねえ、緊張ですか、うん、どうしよう。え、なんかな、今日もそう、なんか最近ずっとそうやねんけど、うんうん、なんか緊張はせえへん、なんか余裕じゃないねん全然、絶対焦らなあかんねんけど、うん、めっちゃ余裕ぶっこいてる。だから、うんうん、緊張せえへん。なんかね、そういう時ありますよね、うん、期限とか決まってるのに、うん、なんかまだ先やからって言って、そう、何なんでしょうねそれね。ちょっと閉めなきゃえ、でも夏休みの宿題とかねマジで私確かにラストにボボボボタイプ。雪のも雪のもやばいですよ、ね、なんでなんですか、うん、そんな小5から分かるじゃないですか、小5の時から、うん、あ、もうこういうのは先に終わらせといた方がいいやってもう経験したじゃないですか、うん、なのに私今高3にもなって、うん、今年の夏休みの宿題ほんまにね全然学ばなかったですからね何をこんなに生きてきていやでもそんなもんよね、ね、そんなもんですよね、うん、そんなもんよ何でも反応すんねえあなたね。なんか耳いいんですよ、そうなんや、耳と鼻よくて、へえ、タワー来てた、ほんまに、わーい、どこに、ゆきのちゃんは提出しないかって書いてますよするわ青かしますよ、ゆきのもちゃんと。でも絶対ギリギリにはなっちゃう。マキさん、タワーありがとう。ゴリもごめんね、気づかなくてありがとうね。ギリギリでもね、転職したらいいんですもんね、そんなね、別にやって出せば
問題ないね、結果同じならね、うん、なんか関係ないですわ、うん、ほんまに読書感想文とかやばくなかったですか？え、やばかった、ほんまに進化と思ってなんか読まなかったです私どうやって買ったん？途中まで読んで、うん、であと最後だけちょろっと読んで、なんかで調べて携帯であらすじを、うん、でつなげるみたいな。あ、なるほどね。もう時間もないし、すごいな。でもちゃんとやりましたよ私ちゃんとやりました、やりました、読んだし読んだしどうですか N シップの疲労感は？疲労感、あのナンバ笑顔に比べてどうですか？え、全然しんどくない。え、やっぱりそうですよね、うん、私もね、B2 の方が全然しんどくない、ね、言いますよね、うん、それ私も世代交代で鍛えられちゃいました、ね、なあ、あれ鍛えられそう、めっちゃ。そうなんです、めっちゃしんどそうだね、不毛っちがね、なあ、追い打ちかけてくるよねほんまに。もうさすがゆうみさんって、めっちゃゆうみさんの色が出てる悟りやから、うん、ほんまにそうですよね。だからなんかオープニング4曲じゃないですか N シップ、うん、だけど世代交代の3曲の方がなんかぜーぜー言ってました。あ、確かに、もうヘッドセットなんでボフワーみたいななるよな絶対なっちゃう、うん、気をつけはするねんけどな、ね、無理やもんな。一応下げるんですけどね、うん、届いちゃう、うん、難しい届いちゃう。これ橋めっちゃむずくないですか？え、な、思った。お茶漬けはお箸じゃないよ、はい、昨日ね、キューキューでもお茶漬け出たんですけど。あ、そうなの？それの時スプーンでしたよ。え、はい、嘘やん。あ、あ、なんで一周してくるんですか？タバコ吸いに行って降りてきて財布を取る。え、めっちゃ早くないですか？あ、ほんまですか？あら、そんな経ってたんや。アンコールだけしんどいイメージある。でもね、激しいだけで別にしんどくないたまにやっちゃいますよね、うん、やる。死ぬ。こよりんはいつ見ても可愛すぎるよね。高校卒業したら俺のお嫁さんになってくれませんか？やばい、あきら先生振り返らない。あ、やばいやばいやばい、なんで苛立ってるんですか私が褒められたらなんでですか？あきらさんしてますね。あきたんどこって来てますあきたんは来たすぐ行ってます。あきたんどこって言ってますね。怖っ、怖っ、言うのあきらやばい。こんなん言ったらもう静かに、こんなん言ったらダメ、怒られちゃう。こよたんが怒られちゃう、きのも怒られちゃう。怖い、もう怖い、もう諦めた。こよりん、雪乃の扱い上手ね。どういうことですか？でも誰でも仲良くなれるタイプやろ。んでもね、一回無理になった人無理なんですよね。あ、そうなんや。なんか八方美人っていうんですか、あ、そういうのできないタイプです。なるほどな。ちょっと難しいタイプですね。あ、でもいいやん。本当ですかね、うん、いいね。私は嫌いじゃねえよよかったです、うん、こうしてるかも、ね、もさ面白いですよね、どこか怖い。ほんまにしっかりしてるね、ゆきのさんは。なんでですか？私もそんなしっかりしたい。忘れ物とかしますか？え、めっちゃするで。ほんまですか？うん、なんか人に対してしっかりしてるって言われるだけで、うん、なんか自分のことになったら別にしっかりできないんだけど。ああ、お世話タイプですか？
人、はい、うん、お母さんですね。あ、辛い。めっちゃキンパ余ってましたね。な、マジ食べたいんです。絶対持って帰ろうと思って。持って帰り。じゃあそろそろこいちゃん練習してこようかな。ほな、雪のも終わりまーす。あ、もう経ちました雪のさん。うん、経ったよ。あんただいぶ前に経ったよ。私30分くらい経ってんじゃないですか。ね、やだ、超。じゃあそろそろ雪のさん、先のさんやって。先雪のさんどうぞ。かぶっちゃうんで。え、いいよ。え、無理なタイプ一緒に悩んだら。え、なんか混ざっちゃいません。頭が。じゃあちょっとお話ししといて。はい、しときますね。13位、りょうごさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、ジョグさん、ありがとうございます。11位、ね、ポエム、これお手紙読む係やと読めへんかった気がする。え、大丈夫ですか。関心さん、まあ、難しい。え、なんて読むの。ね、ね。11位、ね、でそういうの聞いた方がいいですよ。これなんて読むんですか。なんて読むんですか。ごめんなさい。キラさんね。10位じんちゃん、ありがとうございます。9位長野さん、ありがとうございます。8位あつやさん、あつよしさん、ありがとうございます。立てだ、ね、7位鉄メガネさん、ありがとうございます。立てってこういうの読めない気がする。6位いなじさん、ありがとうございます。5位野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。4位小堀さん、ありがとうございます。3位直哉さん、ありがとうございます。2位バリーさん、ありがとうございます。そして1位マキさん、ありがとうございます。喉の調子ね。なあ、もう喉はどうしようもない。うわ、寒い。ちょっと関心さんみたいな人もありがとうございました。読み方わからないんでちょっと教えてください。でも反応しないってことは合ってるんじゃないですか。え、そうなんかな。よし、じゃあ読みます。13位ベクスさん、ありがとうございます。12位コニーさん、ありがとうございます。11位日高浩二さん、ありがとうございます。10位ケンさん、ありがとうございます。ほな。9位誠さん、ありがとうございます。ほな。8位マルくんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。7位ケイタンさん、ありがとうございます。やばいやばいやばい、ちょっとバッテリー